はい、私たち言論 NPO は今年9月の26、7、8で東京で第12回目の東京北京フォーラムを開催します。で、世界がその変化をし、そしてアジアの中でもさまざまな大きな変化がある中で、この対話というものが、私たちは民間なんですが、今回やる意味というものはどういう意味があるんだろうかと。で、私たちはこの対話で何を実現すべきなのかということに関して、日本側の実行委員長である明石さん、明石康さん、そして副実行委員長である山口さんと宮本さんに今日来ていただきました。で、今日は3方に今回の東京北京フォーラムの意味や、そして私たちが目指すべきゴールということをお聞きしたいと思っております。じゃあまず明石さんからですが、今回 の北京東京フォーラム第12回目ですが、明石さんにとってはこの12回目の対話をどのように位置づけていらっしゃいますか。各国がともにですね、国内的にもまた国と国との関係でも、いろんな意味でお互いに、話し合わなければいけないことがあまりにも多すぎるくらい目白押しにたくさんあるのが現在だと思ってます。で、世界中でいろんな意味で民主主義が行き詰まっているということで、国内的にもそれに対する反動とかポピュリズムが現れてますし、また北東アジアでは特にですね、国際関係についてあまりにも懸案がね、たまりすぎていると。領土問題もそうですけども、領土問題以外にもいろんな問題があるし、領土問題の解決が不可能であるとしたならばね、解決できる問題は何であるかということをみんなで一緒に考える必要があると思いますしね。また各国ともにね、それぞれまとまりがあるわけじゃなくて、若い世代と古い世代との間にはかなり考えの違いがありますしね。そういうことで、いろんな国の中で、また国と国との間で、解決することをとにかく短い時間で我々ができるだけやる、そういう必要が、あまりにも明白だと思うんですね。そういう意味でこの9月の26日から28日までの日中間の会議は非常に重要性があると私は見てます。はい、宮本さんはどうでしょうか。今回の対話の意味なんですが、工藤さんもそれから明石さんもおっしゃいましたように、世界全体が大きな転換期にあるということはもう間違いないというふうに思いますね。その中で大きな要因が間違いなく中国の台頭、確実に経済、軍事、政治、そういう面での存在感を大きくしている中国なわけですね。そこで世界はどうしようかということで大きく戸惑っているという状況があると思います。しかし東アジアということを考えますとですね、日本と中国がしっかりと話し合ってですね、この地域をどうするかということを考えませんとね、実はもう何にも前に進まないというのはもう冷徹な事実なんですね。だから日本と中国がここでそういうことができないと何も進まない。じゃあその肝心の日本と中国はどれくらいですね、話し合いができているかというと、実はお寒い状況にあるということなんですね。その中で非常に残された数少ない貴重なチャンネルというのが、私はこの東京北京フォーラムだというふうに思ってますし、とりわけ第12回はですね、そういうふうに大きく変わる世界の中で日本と中国がどういうふうな役割を果たすのかという大きなテーマを前にですね、やるいいチャンスだと思ってます。そしてとりわけですね、これが重要なのはですね、参加する人たちが大いに議論を戦わしてですね、お互いの理解を深めるできればどうしたらいいかという解決策を見出すとともにですよ、その議論を通じてより多くの日中の国民の方々にですね、日本と中国の抱えている問題、それをその関係する人たちはどういうふうにしようとしているのかというのを理解していただきたい。東京北京フォーラムの非常に優れた点はですね、全部議論を公開をしてより多くの人にそれを見ていただくということをしている点にあると思いますので、その特徴を生かしたですね、形で日中の相互理解に貢献するというのも大きな役割だと思います。はい、山口さんはどうでしょうか。今回の対話の意味なんですが、
もうお二方がおっしゃったことで尽きているわけですけれども、私自身やはりその今地球全体といいますか世界を見渡したときにですね、やはりあの地政学リスクは本当に高まってますし、それからテロのリスクも高まっていると、そういう流れの中でやはり経済の分野について見てもですね、グローバリゼーションということについてやはり非常に強いブレーキがかかっていることは事実だと思います。でそれを言い方を変えると各国がナショナリスティックにだんだんなってきているということなんだろうというふうに思っています。でそれだけにやはり各国の心ある人たちがどれだけこう丁寧にかつ熱心に対話をしていくかというのが非常に重要な時期に来ているんじゃないかというふうに思っています。そういう意味でこの12回目を迎える東京北京フォーラムにおいてですね、政治外交メディアそれから経済諸々の分野にわたってですね、識者が意見を交換しある場面では戦わせるということもあるのかもしれませんが、それによってお互いの溝を少しでも克服し、そして新たな何か共通できるシェアというのが実現できるならですね、これは大きな前進になるんだろうなというふうに思っています。そういう意味でも今回の東京北京フォーラムというのは世界の大きな流れが変わりつつある中でのフォーラムなので、やはり我々としてその成果に非常に強く期待したいところでもありますし、我々としてもその成果を生み出すべくですね、さまざまな知恵を出して頑張っていかなきゃいけない、そういうもんだろうなというふうに思っています。はい、皆さん参加とはこの今回のフォーラムにおいても重要な役割を果たしていただくことになるんですが、今回の対話安全保障や政治経済そしてメディア、そのさまざまな議論が行われますが、南沙問題の話、経済の非常に大きな調整の問題、そして日本と中国の間の関係の問題、いろんな問題が実際にかなりある人によればかなり緊張感が高い段階だという人もいらっしゃるわけですが、この対話の中で私たち民間がこの対話で何を実現すべきなのか、皆さんそれぞれの対話の参加の仕方はセッションも違うんですが、皆さんはどういうことをお考えになっているかということをちょっとお聞かせいただきたいんですが、明石さんからどうでしょうか。そうですね、国と国との問題は究極的には政府と政府が話し合わなくてはいけないことなんですけども、民主主義を標榜している国としては、その一般の民衆のやっぱり考え方感じ方というものが政府に影響を与えるので、そういう特に民間の知識のある人たち、いろいろ率直に外国と接触するないしは商売をする機会の多い人の間でですね、まず政府が話したくても話せないようなことについてもお互いのカウントパートと率直に話し合うと、議論をすることも大事ですけど、議論する前に相手の言うことに耳を傾けてみると、もしかしたらその中に納得できることもたくさんあるかもしれませんね。しかし、お互いの共有するこう懸念とか心配とか期待とか希望とか、自分の子どもの教育の問題だってお互いに国境を越えて共通するものが必ずや見つかると思うんですけどね、それから世界の繁栄の問題とか貧富の差の問題とかテロリズムの問題とか、たくさん話し合わなくてはいけないことがあるし、それを土台にしてまたそれぞれの国の中で外交を進めていく、また外交の内容を変えていく必要が出てくるかもしれません。そんなことで、お互いに違いを超えてですね、とにかく話し合ってみること、聞き合ってみること、これを東京北京フォーラムで今までもかなりやってきましたしね、この9月の下旬にまたさらに進めなくてはいけない点が多々あると思うんですね。経済人の間でもそうでしょう、政治家の間でもそうかもしれません、また教育者の間、メディア関係者、特に安全保障関係の人はね、心配なことがたくさんあると思うんですね。間違えば
誤解が進めばですね、戦争になりかねないわけですよね。だからつまらんことでね、そういうことにならないように、とにかく小さいことでもお互いに理解し合う点を一生懸命探すこと、それを冷静にきちんと話し合うこと、これがとても大事だし、そのための良い機会を我々はマキシマムに利用すべきだと思います。はい、今赤瀬さんもおっしゃったんですが、我々はこうアジアや世界の大きな不安定化の中で日中が本当にもう真剣に話し合うと、そういうふうな対話を今回やろうとしているわけです。でこれは実は宮本さんと山口さんはまさに安全保障や外交や経済と具体的な issueについて今回指導的な役割を果たすことになると思うんですが、そもそもこういう大きな視野を持った議論というのは去年我々は提案したんですが、なかなかそれ以上に二国間が大事だと、そんな広い視野はまだ後だといったことが、いよいよ我々は今年もうちょっと視野を広げて議論すると、日本ではその G7 があったと、伊勢志摩サミットがありました、中国では G20 がある、世界的なグローバル、それから地域のいろんな課題に関して日本と中国という国がそれに向かうリーダー役を今年は果たす重要な局面の中で我々の対話があって視野を広げて議論すると、これは非常に象徴的なことだと私は思っているんですが、宮本さんはこれから多分安全保障は政治外交の議論に参加されると思いますが、どういうことを実現したいというふうにご覧になっていますか。視野をそういうふうに変えるといいますか、広げるというのは本当に大事でしてね、だからその小さな穴から眺めている世界とですね、上からこう見下ろす世界というのはもう全然違って見えるんですね。したがって二国間の狭い範囲で眺めている世界が、そうじゃない世界を視野に置いたもので見ることによって全然違って見えてきますんで、こういうふうにその今回工藤さんの努力でですね、世界を視野に置いた日中関係を考えようというふうに方向が転換されたというのは非常に元気づけられますね。まあ民間対話のいいところはですね、やっぱり自由なんですよ。私もこれ何回目になりますかね、民間の立場で参加させていただきましたけども、やっぱり自由です。それから失礼になることでも、まあ、ある程度許される。すなわち安全保障の問題ですとね、これを言うと相手が怒るかな、ここまで追求したらどうかなというような、政府間では躊躇するようなことでも民間ではやれますし、いやこういうふうにやった方がいいんじゃないかと、ああいうふうにやった方がいいんじゃないかと提案も政府にいるよりはもっと自由にやれると、そういうのが民間対話のいいところですから、安全保障の分野に関しましてもですね、やっぱりさらに一歩進んで、やっぱり現場でどれぐらいの緊張感を、今事態は確実に悪化してます、安全保障環境は悪化してますので、それが本当にどれくらい悪化していると我々は感じているのか、それゆえにどういうことをすべきなのかということをですね、掘り下げて率直にやる、そういうチャンスではないだろうかと。もちろん簡単にいい結論が出るというふうに思ってませんけれども、少なくともそういうことを試みるいいチャンスだなというふうに思ってます。はい、経済の問題なんですが、これもまた大きなテーマで、まさに世界経済はその調整能力が問われていると、その中でその中心的なのが中国の構造調整が本当に成功するのか、そして日本経済そのものがどういうふうに構造的に新しい成長の力を作ることができるのか、まさに世界の大国、第2、第3の大国が経済問題で今回はかなりの幅広いゲストが参加することになっています。それを山口さんが今回指揮することになるんですが、経済対話で山口さん、何を実現したいと思ってますか。これ率直に言うと結構難しい問題だと思いますで、世界経済、世界全体にと言っていいと思います。経済に限らないんだと思いますが、やはり閉塞感がやはりかなりみなぎっていることは事実だと思います。でこれは例えばアメリカを見てもですね、相対的には経済の状態は悪くないです。しかしでアメリカも明るい未来をそれぞれこうの企業あるいは消費者が展望できる状況にあるかというと、なかなかそこまで行ってないように思います。でヨーロッパにおいてもですね、イギリスが EU から離脱するという決定までしている。で中国は今ご指摘の通りですし、日本自身もやはりある種の閉塞感にみなぎっていると言ってもいいんだろうと思います。これをどうやって打ち破っていくのか、でそれは実はそれぞれの国の中で
ではそれを打ち破る打開策が明快かというと、明確かというと、私は必ずしもそれが明確でないように思います。でそれはもっと掘り下げていくと、それぞれの国にとって課題は何なのかということも明らかかというとですね、これすらも明らかでない。閉塞感というのは結果としてそういう中から生まれてくるんだろうなという気がしています。そういう意味で一つの国の中でははっきりしない課題というのを他国が見て客観的な目で見ることによって、日本中国側から見ると日本の課題ってこういうふうなところにあるんじゃないかということがひょっとすると出てくるのかもしれない。だから日本側から見て中国の課題っていうのはこういうところにあるんじゃないかということがはっきりするのかもしれない。そういう意味で、今回の対話フォーラムを通じてですね、まず課題を明確に発見したい。で明確に課題を発見することを通じてですね、では課題を克服するにはどうしたらいいのか、課題を解決するにはどうしたらいいのかというのを、またお互いがお互いの立場に立ってですね、知恵を出していくということができればですね、非常に大きな前進になるんじゃないかというふうに思っています、はい、なかなか難しい問題ではあるんですけれども、うん、少しでもそれに肉薄したいなというふうに思っています、うん、はい、今の話で非常に考えさせられました。この対話はですね、2005年に両国が最も困難な時に、この新しい本音で課題に向かい合う対話をしようということで始まったんですが、それ以降一回も中断してないわけですね。つまり尖閣問題、いろんな問題があって政府間外交は非常に困難な問題があったんですが、この対話一回も中断せずにやってきたと。しかもそこに多くの人たちは課題のために集まっていると。今山口さんの話を聞いて思い出したんですが、私たちは3つの合意をしたんですね。つまりその政府の言ってることを反芻するのはやめようと、批判するのはやめよう、お互いただ批判のための議論をやめようと、課題に向かい合おうと。でそして今私たちが直面する課題というものをまさに我々が今共有して、それに向かっていくという一つ新しいサイクルを作れるかどうかが今回の対話に問われているんだと思います。宮本さんがおっしゃったようにこの対話みんな公開します。それは多くの国民が自分の問題としてアジアや自国の将来を考えてほしいからです。私たちの対話ぜひ皆さんも注目していただきたいし、私たち皆さんも中心に、私は 裏方なんですが、課題に真剣にぶつかっていきたいと思いますので、ぜひ皆さん期待していただければと思います。皆さんどうも今日はありがとうございました。